日米以3カ国が共同して次期戦闘機開発を進める中、最新動画を公開しているとの情報を入手したので詳しく見ていきましょう。これが F-35 戦闘機を超えるのは当前だが、無人機や小型ドローンなども掌握できる機体になるようだ。日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発が、正式なアナウンスとして、2022年12月に発信されて、次期戦闘機の開発は、グローバルコンバットエアプログラム、略称 GCAP との計画名も明かされ、本格的なフェーズへ入っている。まだ、2021年末頃には、GCAP という計画名称が公表されていなかったものの、日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係はすでに顕在化していた。太平洋戦争後の日本は敗戦国として戦闘機などの開発はアメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提とされていたが、それは自明の理としても世界中に知れ渡っている。そのため、次期戦闘機が代替する対象となっている F2 戦闘機に関しても、ロッキード・マーチン社が擁する F-16 ファイティング・ファルコンをベースに開発された機体であり、同社の技術供与は永遠に揺るがないと見られていた。また、F2 戦闘機の最大の懸念点として、ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と見さされた機関部の国産化について、IHI 社製の試作機 XF91 が2018年に防衛装備庁への納入を果たし、悲願の純国産化を支持する声も聞かれた。しかし、自国技術のみで新型戦闘機の開発を進めるだけの基盤を確保することや、軽く見積もっても超単位の開発費が想定される時代にあっては、日本が次期戦闘機開発を純国産化で成し遂げることは不可能に近い。それが故に、現行の F2 戦闘機も共同開発を行い、最新鋭の第5世代戦闘機にあたる F-35 ライトニングにも、日本は総数147機の調達を決定している状況から、その権利を有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないと誰もが思っていた。それを裏切るかのように、日本は F2 戦闘機の代替機を GCAP にて調達する方向に転換し、ロッキード・マーチン社は随伴する無人航空機等の分野への関与に止まるのではないかという見方が強い。ここ最近の航空自衛隊で採用された戦闘機の変遷を振り返っても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が共同開発、F-35 ライトニング2が完成品の購入及び国内での最終組み立てを強いられるという、まさにアメリカ依存の象徴である。第5世代戦闘機に関しては、西側諸国での市場をロッキード・マーチン社が独占しており、アメリカ空軍専用の F-2 にラプターやアメリカの同盟国やそれに類する国々に対してはF-35 ライトニング2を供給して、その地位を盤石のものとして築き上げた。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画として、ニュージェネレーションエアドミナンス、略称 NGAD が本格始動することが打ち出されたが、ここでの開発主体も当然のように、ロッキード・マーチン社が優位性を発揮するだろう。ちなみに、日本、イギリス・イタリアによる GCAP も、アメリカ空軍による NGAD も、その計画名からもわかるように、戦闘機単体での開発は志向していない。この計画の中に、戦闘機の機体開発という内容が打ち出されているものの、それと合わせて随伴させる無人航空機を含めた航空システムの構築も目的としており、有人戦闘機に関しては、
ツールの一つという形に位置づけられている。そのため、ロッキード・マーチン社も、結局は、GCAP における無人航空機の分野において関与し続ける方針であると見られており、今後の続報が待たれることは言うまでもないだろう。GCAP による公式な進捗についての情報は、2022年末の共同開発の各国政府下の公表以来、非常に少なく、一時期は、日本、イギリス、イタリアの3カ国の開発費用の安分比率が2、2、1になると報じられたこともあったが、それを、イタリアはすぐに否定した。また、GCAP 開発拠点の主体を、イギリスのロンドンに置き、専用のベンチャー企業を通じて、開発自体を行うとの報道もされたが、その後の追加情報は入ってきていなかった。そんな中で、2023年6月13日に GCAP に向けた機関部開発についての情報を、イギリスで同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が30秒強の映像を YouTube 等に公開した。この動画では、機関部の写真等もなく、視認できたのは少しだけで、IHI 社が防衛装備庁に納入した試作機である XF91 とは別物であったように見え、BAE システムズ社が主体的に開発を進めているのではないかという疑念を抱いた。今回、BAE システムズ社が機関部以外にも搭乗者の緊急脱出装置のほか、2027年までに実証機を完成させることを表明しており、このタイミングでのこうした内容のアナウンスが何を目的としているのかは謎めいていた。さらに GCAP について説明しておくと、イギリスは機体本体及び全体の統括を BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類をレイナル UK 社がそれぞれ担当する体制となっている。これが日本の場合だと、機体本体や全体の統括を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当することになっており、イタリアの場合は、機体本体や全体の統括、及び、アビオニクス類を、レオナルド社、機関部をアビオエアロ社が担当することが表明されている。GCAP の大元とも言える、テンペスト計画では、イギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたが、スウェーデン空軍は、合わせて60機前後のサーブと、グリペン E の調達で合意しているため、2060年頃まで、後継機の必要性がないため、GCAP に対して、否定的な立場となった。本来のテンペスト計画と同じように、GCAP も次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、これは、まさに、第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も高まっていた。しかし、日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与があったことから、意外にも、あっさりと、ロッキード・マーチン社が身を引いた理由の一つには、それらは、アメリカ側が理想とする第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためだと言われている。こうした第何世代という区分そのものが、実際に生産された機体の特性を鑑みて、後付けで分類する性格を持っているのは事実で、そもそも、第6世代戦闘機の要件は、さらに高度な機体自体のステルス性、追搬駆人航空機の完成、高度なネットワーク化などが求められているのだ。これらの要件自体も、第5世代戦闘機とされる F-35 ライトニング2でも、今後のアップデート次第で十分にカバーできる能力とも言われているため、まんざら、アメリカ側が GCAP を次世代と見ささないと主張しているのも、的外れとは言えないのではないでしょうか。第4世代戦闘機の皮切り役として、アメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、
限定的なステルス性能以外に飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備のみであったため、第 4.5 世代と位置づけされていることは示唆的に感じてしまう。要するに GCAP では F3 ゴライトニング2の生産にも大きな関与を果たした BAE システムズ社が主体的な役割を担うことで、それを 5.5 世代に値する機体に仕上げる可能性は高いと見られている。これが本当に実現されたら、今の F3 ゴライトニング2では困難とされていた、日本やイギリスやイタリアが自由に自国の必要性に応じて改修を行う自由度は増え、実際に次世代戦闘機となる機体に関しては、再度、アメリカからの調達も今後検討する余地を残しておけば、とりあえず、万事うまく進むのではないでしょうか。